はい、というわけで今日も元気にシロクロチャンネルのお時間です。皆さんこんにちは、シロクロチャンネルのゆとりと、みそ汁チャンネルの石川ゆです。はい、ということで年末ですね。年末だね。今年も終わりですよ。いやー早かった。今撮ってるの年末だけど動画出すの年始かもしれん。まあいいか。てかなんなら撮ってるの24日だから12月のクリスマスに。クリスマスや、クリスマスイブやね。そう。でもそんな我々はですね、はい、懺悔というか心が痛いことがあるじゃないですか、うん、ありますね。ありますよね、うん、太りましたね。残念ながらこの1年でプラス何キロぐらいいきましたか。私5キロ。5キロ。うん、わしも嘘。わかんないそれは。本当ですか。うん、そんな我々やっぱりちょっと来年ね、1年間体を鍛えていきたいじゃないですか。そうだね。体を鍛えてる人いいじゃないですか。引き締まった体って痛いよね。まあ、ちょっとジム行きますけど、試しにちょっとやってみません？あ、いいですよ。筋トレ的なやつ。グラビアやってた頃のゆうちゃんはどこ行っちゃったの？近く乗せといて。ゆうちゃん前回スクワット的なものをやったじゃないですか。やった。スクワットはどうやるべきかっていう。正しいフォームっていうサイトを見つけたんで、それに乗っ取ってちょっとやってませんか。 OKOKOK。 まずですね、足を肩幅よりちょっと広めに開きます。広めね。広めに開きます。はい、また関節を曲げ、お尻を真下に落とすイメージで膝を曲げます。手はちょっと上、あの頭の上とかでしょうかね。じゃあ、あ、そうそうそうです、そうです。あ、いいじゃんいいじゃん。あ、いいいい。その時に膝がつま先より前に出ないように椅子に座るイメージです。顔を上げ、胸を張り、背筋を伸ばしましょう。太ももと床が平行になるぐらいまで腰を落とします。多分ね、私のちょっと見てみてよ。膝はこういうの前に出ないから、ちょっと鍛えたいわ、はい、大丈夫かな。すごい不安なんだけど大丈夫かな。多分こういうことだと思う、ね、え、すごい。あ、綺麗だわ。これスクワットだわ。こうだよね。うん、こういうことよ。あ、すごい。ちょっともう一回これを踏まえてやってみ。ちょっと待って待って、私さ、違うのよ。太ももの筋肉量的に、うん、それはできない、うん、多分。あー、なんだちょっとみそちゃんが自分の中で思い描いてるものとは多分違う。どう？ああ、いいね。いいと思います。NEXT! プランクでーす。これを本当に60秒ぐらいやるだけで、できんよ。もう本当、腹筋とかすごいつくらしいですよ。うん、両肘を、はい、床につけて、はい、まあ、うつ伏せになる。うん、膝を浮かせ、背筋をまっすぐ伸ばす。はい、頭、背中全体、腰、かかとが一直線になるように、はい、姿勢をキープする。いきますよ。じゃあちょっと、試しに、まあ、30秒ぐらいをやってみますか。はい。いきますよ。OK。よーい、スタート。何も考えないよ、私は。お、あ、でも今15秒。お尻上げたい。お尻上げたい。お、20秒。全く顔が見えません。5、4、3、2、1。もう二度とやりたくない。これを1日、まあ、60秒ぐらいを。これ60秒やっぱね、すごいんですよ。ちょっとチュニーちゃんやってみて。気が。いきます。よーい、はい、スタート。あー、きつい。あ、5秒。足しびる。一回外そう。いや、でもいける。本当？これを耐えてこそ。これを耐えてこそ。腰上がってるよ。お尻上がってるよ。筋トレやっしょい。つらい。え、めっちゃプルプルするんだけど、やばくない？え、プルプルするする。あ、いいよ、いいよ。あ、きついよ。もうダメだ。もうダメだ、死ぬ。27秒。お、30秒。まだいけるよ。まだいけないよ、いけないよ。続きまして、腹筋ですよ。まあ、腹筋ですよね、やっぱり、はい、すごいきつい。もう多分10回もできんと思う。1 2 3 4 5 6 力入れて、腹筋力入れて。無理。なんか違うとこバキっていった。10うえい、
ちなみに私のお尻はみそちゃんのお尻の下に、足の先はみそちゃんのお尻の下にあります。幸せな温かさを感じております。重たい。いきます、せーの。全然上がんないよ、大丈夫。4回目だよ、大丈夫かな。この人はジム通えるのかな。カン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 って。はい、ということで、はい、まあ我々ね、ちょっと来年は1年頑張っていこうかと思ってますが、うん、ブキブキな男子、ブキブキな女子憧れませんか。憧れる引き締まったボディがあったらタンクトップ着たいもん。そうだね。ということで、まあ、そんなムキムキ男子、ムキムキ女子、めちゃくちゃかっこいいやつが出てくる、そんな今日はゲームを紹介していきたいと思います。おー、一体何だい。はい、その名もですね、ウォーハンマー4万ロストクルセイドというゲームなんですけども、はい、ちょっとね、カンペ見ながら紹介させてもらいますね。はい、はい、こちらの、ゲームなんですけども、ウォーハンマーハンマーシリーズはイギリス の会社が発売する大人気ミニチュアゲーム、ミニチュアゲーム、はい、なんですよ。で、派生したゲームはプレイステーション4とかでも発売されたりするんですけれども、ウォーハンマー4万は宇宙戦争を題材にしたこうゲームになってまして、はい、でミニチュアゲームとは何ぞやってことじゃないですか、うん、なんだ、まあ、プラモデルみたいにこうミニチュアのこうキャラクターを自分で作って、で最初こう全然色着色されてない中、着色をして自分好みにカスタマイズしてそれを戦わせるっていうボードゲームみたいな感じなんですよ、そのウォーハンマー4万のスマートフォン版が今回あの公式ライセンスのスマホアプリ版が出ておりまして、そちらの紹介をしていきたいと思います。それではいきましょう。それでは紹介していきましょう。まずはですね、チュートリアルの最初の序盤どんな話かっていうところを一応動画に撮っておりますので見ていきましょう、はい、まあ、銀河が燃えてる。世界観は宇宙で、その宇宙戦争的なものなんだね。そうなのよ、うん、で本当にね、このその実際のミニチュアゲーム、こんなミニチュアが戦うのよ。めっちゃかっこいいんだけど、女の子も出てきますしね。そうそうそう、めっちゃかっこよくないですか。なんか新しいよね、あんまりこういう感じのなくない、うん、ね。はい、ということでね、やってまいりました。私名はコマンダーという、コマンダー指揮官、そう、自分がそう指揮官で、うん、自分の艦を持ってその艦をまあ育成しつつ、いろいろ敵と戦ったりとか、まあ、PVP をしたりっていうね、あの話なんですけれども、はい、はい、序盤の感じはね、こんな感じになっております、はい、で一応ですね、最初に、所属する船団というものを選ぶことができます、はい、まあ、こんな感じでね、いくつかあるんですけども、うん、この船団は、いつでも変えることができます。なるほどなるほど、はい、なんであんまり最初は考えなくていいんですけども、うん、それぞれにね、一応特徴があるので、まあ、見ながらね、どの船団にしようかなっていうふうに決めるのもいいんじゃないかなと思います。はい、そもそもどんなゲームかっていうと、うん、まあ、イベントとか季節ごとに変わるボスを倒したりとか、はい、PVP で他のギルドと、まあ、戦ったりとか、ね、敵のなんていうの、陣地みたいな、シンボルというか建物みたいなのを、うんうん、まあ、取ったり占領したり占領されたりみたいなことをしながら、うんうん、どんどん強くなっていったりとか、うんうん、あと他のサーバー同士のサーバー戦みたいなのもあったりするので、うんうんうん、まあ、そういったことをまずしていくゲームなんですけれども、自分のこう戦艦がありまして、うんうん、はい、これを、まあ、育成していく必要がございます。みそちゃんはさ、こういうゲーム結構好きだよね。私こういうの大好きだね、うんうん、で、まずですね、一番最初に、まあ、強いキャラ欲しいって思うじゃないですか、まあ、はい、でそこそこ強いキャラがゲットできます、うん、だね、はい、最初かな、コルドゥスさんかな、うん、はい、このコルドゥスさんっていうキャラクターを最初にゲットできて、ストーリーモードみたいなのがあるんですけど、はいはいはい、それ進めることによってこのコルドゥスさんを強化できるので、それもおすすめかなと思います、うん、そうだね、はい、まずレベルを上げるのと、こうかけらを集めて、うん、はい、こんな感じでかけらを消費して消費して口が回ってません、はい、消費して強くしていったりもできます。いはい、あとですね、そうだ、エリニカももらえるよね。そう、そう、このエリニカちゃんは最高レアリティの子なんですけども、うん、この子もめちゃくちゃ強いので、うんうん、最初に序盤に結構強いキャラが、ゲットできるので、うん、まあ、それをね、基本的に中心に進めていく、まあ、強くしていくといいんじゃないかなと思います、うん、で自分の艦の建築なんですけども、うん、兵士をさ作れるんだよね。そうそうそう、こんな感じでね、そこで訓練した兵士を使って、うん、外の敵とか、うん、あのプレイヤーと戦っていくんだよね。そうですね、うんうん、この兵士たちだけじゃなくて、うん、この艦隊みたいな、ね、艦隊のめっちゃかっこよくない？かっこいい。そうなのよ、うんうん、こんな感じの、そうそうそう、もうあったりとか。でこいつのね、レベルも、うん、あの本体の建物を育てるといろいろ強くなっていくんだよね。そうね、そうそう、これのレベルも、あ、そうね、強いやつがつけれるんだと、そうそうそう、これとかかっこよくない、うん、で
この建物がどうやってこう、まあ、増やしていけるかとか、うん、レベルを上げていくかっていうところなんですけども、基本的にはこの母艦のレベルを下げるのが重要となります。そう、母艦のレベルが5だったら、うん、他の建物も5までレベルが上げられるので、そう、こいつが核となっているものですね。はい、まあ、ミッションはこう進めていけば、うん、母艦を上げろとか、この建物を建てろっていうのが出てきたりとか、まあ、兵士を作れみたいなのが出てきたりするので、うん、それを進めながら、こう覚えていくといいんじゃないかなっていうところです。研究も結構大事ですよね。そう、全然進められてないんですけども、この研究が基本的には優先度高いのはこの真ん中の基地の発展の、うん、一番左とか読むと、うん、建設速度がアップってなってるんですよ、うん、必ず研究を上げて建設速度と研究速度を上げるっていうのがすごい重要ですね。それが全部の効率を良くしてくれますね。はい、その他に、まあ、どういう、こう、バトルがあるかというところなんですけども、はい、まずは遠征、まあ、ストーリー的なモードですね。うん、はい、これは、まあ、自分でこう、育成したものを編成していくんですけども、これちょっとなんか、なんで、タワーディフェンス的な感じだよね。そうなんですよ。はい。はい、こんな感じで戦ってくれるんですけども、うんうん、この下のコストが貯まると、このコストに応じた、こう、カードというか、うん、はい、自分の仲間を出せるようになります。うんうん、はい、あと、自分の必殺技が、こんな感じで、受けます。そう。これ結構すごいよね、うんうん、まあ、こんなものもこなしながらストーリーを進めながらって感じですかね。やっぱね、あのレアリティ高い子ね、みんなね強くて強いね。そうなのよやってると強いなと思うんですけど、まあ、序盤にねゲットできる子たちなんで、この子もで、これをクリアすることによって、はい、その先ほどのオートとか、うん、そのゲーム内の機能がいろいろ解放されていくので、合わせてこちらも進めていくのが重要じゃないかなと思います。で、この、遠征とかをクリアすることによって、うん、このヒーローちゃん、英雄ちゃんたちのこのかけらとかが手に入ってより強化できるので、それもしてあげるといいんじゃないかなというところです。そしてですね、うん、宇宙は広いですよ。はい、果てしなく広い。見てくれ、すごいぞ、宇宙は広い。これがこのサーバーの全体図ですね。そうだね、みんなめちゃくちゃこう陣地をね広げてますけれども、一個一個の色が一つの、まあ、ギルド的な、そうそう、チーム的なものですね。めちゃくちゃ伸ばしてるね、このね、勢力をね。すごいわ。自分の左上にいるよ。左上、うん、あ、本当だ、リエちゃんいた基本的にはあの、はい、自分のね入った、ね、連盟の、まあ、近くにね移住すると、こう敵にも襲われづらくて安心かなっていうところですかね。あと同じギルドにいると、うん、なんかこうアイテムとか送れたりできますね。ああ、いいね、資源を運送するとかやってね。はい、うんうん、はい、で宇宙でいろんな敵がいます、うん、はい、でこんな感じで見えるところで言うと、はい、攻撃ってやるとこう自分でね兵隊何個出すかっていうのを設定できて、うん、出兵できる、出兵出兵いけ、ゴーゴーいけいけ。一応ねちゃんとね行きの帰りの、ね、時間もあるので、ね、そうリアルだよねこの辺で、うん、はい、でもこういう近いところの、ああすごい倒してる、飛ばせ行こう。ただいまー、いいね、このね、はい、この矢印マークみたいなのが出たら、ここで回収できます。いい、はい、綺麗になりましたね、うん、はい、っていうのをまあ繰り返していろいろな素材を集めたりとか、はい、ケラを集めていくんですけども、まあ、スキャンという機能もありまして、うん、はい、でこのスキャンをするともう近くにこんな敵がいるよみたいなのがもう一覧で見れるので、うん、まあ、ここをタップするともうそれを攻撃することができるので、うん、ここは楽ちんかなっていうところです。簡略化されてますね。簡略化されてる、結構楽ちんだね、うん、連盟ももちろんあります。お、はい、私が作った連盟なんですけど、いつの間にかすごい人数が増えてさらになんかちょっとログインしなかったらあの名刺も変わってしまうっていう、もう私が作った同盟とは言えないこの猫好きな猫アレルギーっていう同盟なんですけどもあ、一応そのいろんなねミッションがあったりとかね、うん、はい、こう連盟で宝箱だったりとか、ね、そうなんですよ、うんうん、連盟に入るとお得なことがすごく多いので、基本的には連盟は絶対入った方がいいんじゃないかなというところです、うん、はい、そしてですねこの連盟、はい、いろんなこう建築があって、うん、はい、この連盟の建築をすることによって、はい、はい、いろんなバフが得られたりとかするので、うん、これをまあ基本的には進めていく、みんなで進めていくっていうのも大事なんですけれども、はい、連盟で一緒に戦うこともできます。おー、もちろん、なんか他の連盟とバトルもできるんですけども、うん、敵艦隊を一緒に倒すこともできるので、ちょっと行ってみますか。お、行きましょう。やばい、初めてなんだけど、ちょっとドキドキしちゃう。じゃあこのオルク侵入、オルクの戦艦、一種のオルクの大型戦艦、うん、はい、行く。集結を発令する。お、でそうすると連盟の戦争のところに、うん、お、来たー。これに私はですね加入を押して、やばい、全然倒せなさそうだよ。だって1200しかないけど、こいつもう7万5000とかあるけど大丈夫かな。あ、出てた出てた。
チュニモンから矢印が出て結構遠いじゃん。結構遠いじゃん。どこに向かってるの。え、そんな遠く。え、結構遠くない。なんでそんな遠くにしてるの。オールクの戦艦プラットフォームもうちょっと近くにいろいろあったんじゃないかっていう。あ、勝てた。あ、勝てた。やったー。いけんじゃん。いけたいけた。あ、一応なんかいろいろもらえたよ。オルクの戦艦勝利し、あ、宝箱とかね、ゲットできた。いいですね。うん、こういうのを本当はもうちょっとレベルが上がっていくと、うん、こう全名で何時にちょっとやろうぜっていうのをやって、うん、みんなで集まって攻撃するって感じですかね。あー、よかった、クリアできて。はい、そして我々の大好きな、忘れちゃいけない、あちらでございます。じゃじゃーん。そう、レスキューというものなんですけども、これが、はい、まあ、のヒーローを、まあ、英雄さんをゲットできたりするものとなってますので、うん、ちょっと回していきたいと思います。はい、チーソーレスキュー10回。うん、これ結構いっぱいできると思う。お、でんでけでんでけでんでけ、ちょっと待って。あ、お、いいじゃん。エビニカのかけらゲットした、うんうん、まあ、結構量あるね。そうなの、アイテムとかも手に入る。そう、アイテムもゲットできるし、その英雄の経験値の素材とかもゲットできるんで、うん、まあ、こんな感じで、ね、いいですね。いいじゃないですか。あ、でもさっき出てよかったね。うん、いやー、もう引いちゃうよね、やると。あー、これもエリニカのかけら。はい、でこのエリニカのかけらを、まあ、もうエリニカちゃん持ってるんですけど、集めるとこのエリニカちゃんの、うん、はい、これが強化できますね。はい、なのでこれを集めてあげると、でかけら集めると逆にこう解放できたりします。で、そうです。すごいよね、これ結構本当にそのミニチュアゲームの、うん、そのキャラクターもこんな感じで、ね、そうで、かっこよくみんな色塗ってる方とかめっちゃかっこよく塗ってて、いやー、なんかファンが多いゲームなんだなっていうのね、思いますね。はい、ということで今回はモンハンマー4万、うん、ロストクルセイドを紹介させていただきました。はい、1月にもね、またイベントがあって、まあ、季節ごとにボスとかも変わってくるそうなので、ぜひぜひダウンロードしてプレイしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ロストじゃんけんきょうはせーの、シールクルじゃんけんさんきょうにゃんじゃんけんぱい。チョキなのでグーの人、パーなのでチョキの人は足でグーとるかもいいよ。ではまた次回の動画でお会いしましょう。そして私たちは来年もムキムキで頑張るよ。そうだね。うん。見せたいね。まあね。動画撮ってるのは24日。12月24日。そうだ、クリスマスだ。そう、1月に出てると思いますけどね。ということで、新年の抱負でございました。はい、ではまたお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。